激安ベイトリール購入レビューです。ベイトキャスティングリールノエビーかノビーか、これベイトリールね、安いやつね、ものすごく安いリールなんですけど買ってきました。ちょっと見てみましょう、どんなんかね、お、すごい安いベイトリールなんで、おー結構いいね。あのこれ手くるくる回した感じ結構滑らかよ。これだちょっと重いかな、やっぱ激安なだけあって超軽量素材は使ってない感じでも、あれうん、ちょっと重いな、重いけどこの巻いた感はめちゃめちゃ滑らかよ。ほら滑らか感ある。金額の割にすごくいいんだな。こんな感じの形になってます。ノエビーかノビーか、なんかちょっと読み方わかんない。ここはドラグなんですけど、ちょっとまだこれまだ投げてきますわ今度これでね、どんな使い心地か。あでも触った感じのあのだと本当にめちゃめちゃいいかな。うん、全然いい。俺バスワン持ってるんですけど、バスワンでも全然使えるからね、正直。正直高いベイトリールいらないんだよ。もうこれで十分。ただやっぱりね、あの、俺スティーズ、この間、スティーズでね、釣ったんだけど、スティーズはバックラしにくいね、あれ。うん、極端にバックラしにくい感じがする、スティーズがね、特に。そういう意味では、すごく値段が高い分、いいにはいいんだろうけど、これでも多分、ここの、投げた時にうまいことこうサミング的な感じでうまくやってあげれば全然これ使えるし、僕ね、あの何年前になるんだろうね、もう32年前かなぐらいの時ベイトリール2つ持ってたんですよ。実はなんかあの皆さんがね、釣りが下手くそだとかね、あのベイトリール使えないくせのこのバカ野郎なんてよく言われるんですけど、32年前にベイトリール2個持ってましたからね。うん、その当時の俺の持ってたやつに比べるとめちゃめちゃいいよ。うん、当時俺多分そのベイトリールね、1500円とか2000円とか3000円いかない価格帯の、なんかもう本当におもちゃみたいなベイトリール持ってて、なんかこの辺がもうぐちゃぐちゃになっちゃって、もう、これ使いづらいからって言って結局スピニングばっか使うっていう感じだったんだけど、これはね、やっぱり2018年に入って、値段がめちゃめちゃ激安なのに、触った感じとかすごいいい感じ。うん、ここがね、マックスとかミンとか、ここで多分ドラッグ調整っていうか、風向きとかその日の、あの、重りによってここで調整して投げてあげると。中も見とこうか。ちょっとが、あれだね。あれ、これ開くのかな？あれ？開かないのかな？なんだこれ。なんで書いてある？プル&ターンだから、プルで、カパって開くんだろう。なんだこれ。プルアンドターンって書いてるけど開かないぞ。あ、開いた開いた。うわ、開いた。これどうなってる？これで、あ、こんな感じになってるわ。見えますか？作り込みはこんな感じ。ここに磁石がマグネットみたいなのついてるね。これ多分全然使えると思う。ちょっと今度使ってからね、あの、どんな感じだったよってまたレビュー。やろうかなと思うんですけど、うん、でこれあの企業コラボじゃないですからね、あの2チャンネルの方っていうか5チャンネルっていうのかな、今2チャンネルがなくなって5チャンネルの方たちがね、あの企業コラボだ案件だとか言うけどね、俺そんな受けたことないからね、うん、企業コラボ案件基本的に全部お断りよ普通に。何これギアラビオ6対312ポンド100ヤード負けるってことか。なんで2チャンネルの人たちがね、あの高橋はね企業コラボであの金をもらって商品レビューやってるんだなんてねコメント書いてあってね、
やってないから。ああ。一切やってないから、企業コラボ。もう金で動かないから、俺は基本的に。金100億円積まれても動かないから。ああ。金じゃないからね、やっぱ世の中。金じゃない。それだけ言っとくよ。これ俺が勝手に買ってるっていうだけ。うん。コレクターだから。これノービ、あ、ノービって書いてあるかな。ノービっていうメーカーさんとの企業コラボじゃねえからっていうね、いう声聞こえてきそうだけど、全く関係ない。勝手にやってるだけ。うん。こんな感じ。おぉ、いいね。ほら。これスピニングなんだけど、これもすごい激安の価格帯のスピニングで、リールベアティング。なんだこれ。これこうなってるね。まあ、純粋に一言で言うと重いね。うん、あの、ステラとかね、あの、まあ、エクセンス、俺が、一番よく使ってるリールはエクセンス、シーバス用のリールなんだけど、まあ、最近ステラ買ってステラもよく使ってるんだけど、に比べると、めちゃめちゃ重い。なので、長時間釣りするときは、しんどいかなと。うん、自分みたいに朝の、ね、5時半から12時間、12時間これ持ったままずっとやってると、多分、ちょっと筋肉痛になるかなっていうぐらいの重さがある。うん、なんだけど、12時間釣りする人ってあんまいないから、3、4時間の長考だったら全然問題ないと思うで。3、4時間の長考だったら全然使えると思う。巻き心地は、うん、それなりに、これこうか。滑らかだね。おぉ、あ、滑らか。で、ドラグは、こんな感じ。まあ、これも使ってみないとなんてこと言えないんだけど、ノービ。こんな感じになってますよ。中身見づらいか、ちょっと照明たかないかな。適当 YouTuber と言われてるからな、俺もね。照明がないと見づらいか。こんな感じになってます。いや、正直あの、僕が小学生の頃使ってたリールよりいいかも。めちゃめちゃボロいねん使ってたんで。なんだこれっていうようなね。特にもう30年以上前のやつなんで、その頃使ってたリールに似てる感じかな。安い価格帯の。本当に。でも巻き感はすごくいいよ。で、こうやった時に、あの、戻りがない。ほら。こうやって安いリールだとね、スピニングリールだとね、こう巻いた時にね、ここがカチカチ戻ることがあるんだけど、これそれなりにしっかり作られてるよ。うん。それなりにただ重量感はあるな。だけど、これ投げ釣りを海とかで全然いいんじゃないかな。と思う。で、もう一個買ってきました。これは何でしょうか。カストキングサマーキープフィッシングファン。まず、この辺は結構本当に、おー、何これ。うわ、なんか、カストキングって書いてある。いいね。うん。何がいいって、こう、巻き感。巻いてる感覚だけだと正直ステラと変わんないよ。はっきり言うけど。まあステラももちろん滑らかなんだけど、これ意外に滑らか。金額の割に。巻き感。ただちょっとやっぱ重いな。うん。だからこの辺が全部長合金なんだよ。だから長時間釣りするときにはどうかなって言うけど、重いっつってもこっちは軽いから。やっぱちょっと小さいからサイズが。うん。まあでも、もっと軽いからね、高いリールスピニング。もっと軽いからね、あの、高いスピニングリールは。ちょっと重みが少しあるんだけど、巻いた感はすごい滑らかだよ。あるよ。異音もしないし。で、ドラグの辺。このドラグが違うんだろうな、ドラグの作り込みとかがね。やっぱ値段高いやつは最高級に作り込んでるんで。あとこれネズミ返しが多分ついてねえんだよな。だけどこれ多分ね、初めて釣りする人はこの辺の本当に2000円とか、ね、そんな価格帯のリールで十分。いけると思うよ、うん。釣りにはまる人って少ないからね。軽くやってみようかなって時は、まず、もう安い竿と安いリール、こういう2、3000円の、買ってやってみて、本当に好きになったら高いの買えばいいんじゃねえかな。うん。だから、初心者向けにはやっぱり安いリール、これ全然使えるんでね。ここドラグなんですけど。使えると思うよ。まだ使ったことないから適当でわかんないけど。ということでね、はい。スピニングリール、2つ激安と、あともう1個。これが結構俺気に入ってるかな。見た目がかっこいい。俺ね、この世の中の色でね、水色とグリーンっていうの、こういうライトグリーン好きなんだよね。
で、これがちょっとかっこいい。で、まあ確かに、高級リールと比べると重さを感じちゃうな。そこがちょっと、あとどうなんだって、あと飛ぶ飛距離とかね、このバックラインはしやすいのかしにくいのとか、どんな感じの投げ感なのかっていうのはちょっと使ってからまた適当に言おうかなと思うんですけど、これ多分ね、中国のメーカーさんなんだよ。中国のメーカーさんで、なんかコメント出ないけどね、まあこれ言っていいのかな、こう企業案件的なね、ものを、やりませんかみたいな、そういう連絡が来てて、で、もうそんなもん俺お断りだから、企業案件なんか受けるわけねえだろうと思って、冗談じゃなくて、束縛されるのが俺死ぬほど嫌いなんでね、束縛とか受けるのがもう死ぬほど嫌い。あとなんかそういう案件的なものを受けるとさ、これを言っちゃいけない、あれを言っちゃいけないとか、無理に褒めなきゃいけないとか、そのクソくらいと思ってんだよね、そんな。勝手に買ってやったっていうの、俺が。勝手に買って勝手にレビューしてるって。これはやっぱり YouTuber でもそうでないと。ありのままを伝えないと視聴者の方に嘘言うのはね、好きじゃないんで。という感じでね、はい。激安リール、ベイトリール、スピニングリール、適当に買って、今度これで釣り行ってこようと思います。じゃあ。